ヤンボークレブは、スウェーデンイエリバーレ近郊出身のスキージャンプ選手。スウェーデン人として、最も成功した選手として知られ、彼以上の実績を持つのは、スベン・セロン・イエルである。もともと足がガニ股であったため、1985年頃から、空中で、スキーの先端が大きく開くフォームとなってしまい、板を揃えて、飛ぶのが当たり前だった当時としては、 非常に特徴的であったが、これが功を奏して、飛距離を伸ばすようになった。当時は、スキーの板を平行に揃えないと飛べ型点を減点される上に、最初の頃は、空中姿勢も安定していなかったため、このフォームで飛距離を伸ばしても、なかなか成績を残せずにいたが、1988から89年シーズンには、 空中姿勢と着地が非常に安定するようになると、板を開いたこと以外による減点は、ほとんどなく、板を開いたことによって、飛距離が出ることに加え、マッチニッカネンやイエンス・バイス・フロックといった、クラシカルスタイルのライバルたちに飛べ型点さえ勝る、こともあり、このシーズンに5勝を挙げて、総合優勝を果たした。1989年に故障して、以降は、 成績が伸び悩み、八十八から八十九年シーズン以外は一生もできず九百九十三年に現役を引退しているが、その後彼に追従して V 字ジャンプを取り入れる選手が出始め、V 字ジャンプに飛距離を伸ばす効果があることも明らかになり、九百九十一年には板を開くことによる減点もルール改正で撤廃され、現在に至るまでジャンプの空中フォームの 主流スタイルとして定着している。彼は二度の冬季オリンピックに出場している。カルガリーオリンピックでは団体で7位、アルベールビルオリンピックでは個人ノーマルヒルで47位となった。1989年にラハティで行われたノルディックスキー世界選手権で団体5位、個人ノーマルヒル10位に入った。1990年にリケルスンで行われた スキーフライング世界選手権では27位だった。ありがとうございます。